少女の生活は孤独だった。少女以外には誰もいなかった。それは当然だった。ここからは何も生まれず何も死なない、そんな世界だ。その体は僕のためのものだったのだ。僕は望めばいいのだろうか、この世界に生まれることを。この世界でただ一つのぬくもり、いつしか僕はそれを求めた。